まあ、まず勝つこと、そしてまあ最終的にはチャンピオンって、そこを目標として戦っていきたいなと思ってます。まあ、変化のないところにこう成長はないっていうか、常に新しいものを取り入れていこうとするやっぱ気持ちが重要だと思いますし、とにかく頭の中でこう描いているというか、自分で持っているこうバイアスみたいなものを取っ払うことによって物事の見方って変わってくるんで、それがね不可能を可能にしていくと思うんで、こうどうしたらこう変化させていけるか、可能にしているかいけるかっていうようなこうマインド設定、そのやり方みたいなものを感じてもらえるようなチーム作りっていうのをちょっと目指したいなと思います。エンジニアの仕事も見てきて非常にいい仕事してるし、メカニックの動きもすごく素晴らしいんで、結果が出ない理由は僕ないと思いますから、ただいろんなタイミングだったりとか、いろんなことがレースってモータースポーツで起こるんで、まあ、そのタイミングをとにかく我々にいいものをこう引き寄せていけるようなマインドセットができれば必ず結果残ると思うんで、まあ、そういった意味で言うと結局突破力であり人間力だと思うんですよね。まあ、そういった部分で何かね、なんか伝えられるようなことがあるといいなというふうには思っております。まあ、ただ同時にそのまあ無限というそのブランドをいかにして高めていくかということを、まあ、それは私自身がその世界でまあいろんな国のまあいろんな人種の方たちと仕事をしてきて、いろんな国のモータースポーツを見る機会があったんで、まあ、それを本当にうまくね、自分の方からアウトプットして、まあ、みんなが持っているそのモータースポーツという概念をこう変えられるような、ちょっと自分の中のこうバイアスを外して、あ、こういう見方もあるんだ、こういう戦い方もあるんだっていうようなところを、何かこう新しい価値観みたいなのを見出していければ最高だなと思いますし、まあ、そうできるように今チームの力を合わせて戦っていきたいなというふうに思っています。